皆さんこんばんは。お仕事中、帰宅中の方はお疲れ様。メイン MC を務める声優の高崎みのるです。僕ですね、最近昔のゆっくり動画だったり、実況を見るのにちょっとハマっていまして、僕自身も今自分でゆっくり動画を作っていて、そのゆっくり動画ってその編集ソフトを使って、文字打ち込んで、カットなんかいろいろやって、皆さんの元に提供するっていう感じなんですよ。でもやっぱ時代が流れるにつれて、編集ソフトの、その機能も上がっていくんですよ。やっぱり、Windows 7が Windows 10になるのと同じように、性能が上がっていて高性能になっていくんですよ。そこでちょっと昔、僕が小学生ぐらいの頃かな、見ていたゆっくり動画を見たんですけども、今ほどクリアな音質でもなくても、もうザ機械音声みたいな感じだったんですよ。今はもう結構、聞きなじみの音声にはなっていますが、昔のゆっくりはもうザ機械音声でもう、なんか懐かしいとノスタルジーな気持ちになりましたね。喋る速度もそんなに速くなくて、もう一時期はもうその小学校の頃からゆっくり動画を見ててやりとりの一部始終を暗記するほど見ていました。そんな僕も今ではゆっくり動画を作る立場、ジャンルは違えど時代の流れをものすごく感じてしまいますね。この番組は毎回ゲストの方をお呼びし、私高崎みのるが聞きたいこと、知りたいことを楽しくトークする番組です。それではここでゲストの紹介をしたいと思います。今回のゲストは声優舞台俳優の兵頭奏太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは高崎みのるのファイントークスタートです。改めましてこんばんは。高崎みのるのファイントーク、ゲストは声優でもあり舞台俳優でもあり、先ほど流れたウィンズ音楽教室の CM に出演している兵頭奏太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは軽く自己紹介の方をお願いします。はい、皆さんこんばんは。私はですね、東北を中心に舞台だったり、あとライブ、あとイベントの MC などの様々な表現活動を行っています。はい、兵頭奏太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じ東北出身なんですよね。そうなんですよね。はい、結構いろんなことやってますよね。 MC に舞台だったりとか。そうですね、ちょっと MC は最近まだちょっとコロナであまりまだないんですけども、舞台はちょっと増えてきているのでありますね。はい、なのでちょっともっと増えたら嬉しいなって思ってますですね。僕もMC 何回かやったことあるんですけど、はいはい、楽しいっすわ。あれ本当そうですね、緊張しますけどね。はい、寝れずに本番向けてやばい、全然元気出ない、これいつも通りの声出せるのかなと思ったら、皆さんこんばんはとかってめちゃくちゃ元気な声出すんですよね始まるとね、こうなんか、なんだろう、アドレナリン的なね。そうで、始まって楽しくなりすぎて、こうあれどこに戻るんだっけなったりならなかったりあるあるMC あるある私の場合はMC は結構キャラクターショーとかが多かったので、あ、はい、やっぱこう子供たちがこうわーってこう元気な感じでこうなんかこう楽しみにしてるのがこうまず分かって、でそれでこう始まった瞬間わーって盛り上がる感じ、 あれがもうちょっと懐かしいなーって思いながら。もう今じゃなかなかできないですからね。まあ本当もうちょっとしたらまたねできるかなって思うんですけども。やりたいな、 MC 側で出たい。あ、ヒーローじゃなくヒーローじゃなくて MC 側として出たい。じゃあヒーローやりたいな。あ、逆だったそう、 MC やりながら、あ、やっぱヒーローいいなって思いながら、私刀なんですけど、はい、盾ね、立ち回り剣術っていうんですけども、はい、ちょっと道場といいますか、金刀流式会っていう、金刀流式会、はい、そういう団体がありまして、ね、でそれで
こういろんな地域で稽古してるんですけども、仙台だと仙台道場ゼロって言うんですけど、かっこよゼロ、零って書いてゼロ。ああ。で私そこに所属というかしてまして、すごい。でだからこうヒーローショーとか見ると、あ、出たい出たいってこう出る側がちょっとうずくというか、もう立ち回る方に行きたくなるんですね。敵倒す側やりたいみたいな、ね、あれってやっぱ割と役者さん側がなんかやってるイメージが強いんですけども、あ、キャラクターショーの内容、はい、多分場所によると思いますね。それはそうですよねなんか多分独自にその自分たちのところで作ったヒーローが何かやるよっていうとこだったら、多分みんなで話し合ってなのか、一人決める人がいたりっていうとこが多いみたいですけど、うん、こうテレビとかに出るようなキャラクターとかだとやっぱそうもいかない、まあそうですね、こういうものとして決まってそれをやるらしいと。ダッチャーとかまさにその辺ですよね。あ、ダッチャーわかるかな東京都民みんな首かしげました今。ダッチャーダッチャー多分東北のみんな来たら、うわダッチャーだーってなりますもんね。でもやっぱ私秋田県民なんで、ダッチャーより超人ネイガーが好きなんですけどですかそうですよ僕ガチガチの宮城県民なんで、やっぱダッチャーにはすごい、あー分かれますよねそうなんですよね、本当東北そう考えると結構ヒーロー多いですよね。ヒーロー多いですよね。あと最近だと、まあ声優の家業もやってらっしゃいますと。そうですね、うん、去年の、ちょうど今くらいですかね、はい、アニメの方に初めて出させていただいて、ほんとさっきのお話みたいに、うん、前日から寝れない、向かっている途中の確か新幹線だったと思うんですけども、はい、ずっとこう台本見ながらもそわ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 で、スタジオのこう入り口前立っても心臓バクバクみたい。わかりますわで、ブースに入ってまたドキドキみたいな。そう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 なるんすよね、これも。だからなんか楽しかったのは覚えてるんですけど、うん、その前のドキドキが強すぎてあまり記憶がないっていう。もう前日もう緊張しまくって、なんか終わった後はすごくいいんだけど、うん、もうなんかもうその前の曲本当になくなるんですよね、あれ。そうなんですね。でもなんか楽しかったっていうこととか、うん、なんかこうピンポイントで覚えてるところはあるけど。あれでもいつ終わったんだあれっていうか今どこここみたいなあれいつ始まったって言って、あれ俺今日朝何で来たっけってなりますもんねそうそうそんな感じで、家出た時だから記憶マジでなくなるんですよね。いや本当に気づけばもう1年前だし、もうびっくりですよ、ね、いやもう初めての仕事もそうですけど、うん、私あとライブとかで歌とかも歌うんですけども、はい、結構年に何回もやってはいるんですけど、はい、本番前めちゃくちゃ本番前が弱すぎて、毎回胃薬飲んでますで、もうこの錠剤を飲みますってもう決めてる胃薬あるんですけどルーティーンとかしてますねでなんかこう結構その年に何回もやるようなお仕事で、はい、他にも東北6県の高校に行って、うん、で高校生にこう進路について考えてもらうための演劇っていうのを見せてるんですけども、はい、それも結構あるんですね。もう月に 2,3 回とかあれば、繁忙期とかだと1ヶ月で5回こう、はい、そう5箇所の高校に行って、うん、で1回20分くらいの演目を、まあ、そこそこ長いですよね。そう、それを大体2演目を、うん、役者2人で、演目によってはその役者2人プラス MC っていうポジションがあって、はい、それでやるんですけども、でも結構ありますね、月に 5,6 回で、それで、まあ、大体基本的に 2,3 人で2演目すると20分くらいで、それもでもなんか演目がこう何番っていう、こう数字があって、あ、なんか種類があるんですね。もう何から何番のうちもよく出るのはもうこの何番ってこう決まってるんですけど、あ、だからもうこっちとしては何十回もやってるんですけど、毎回こう高校に行って、あと5分だ、あ、生徒が体育館に集まってきたっていうのをこうざわざわ聞こえてくるのを聞きながら、お腹痛いよって言ってますでもバリエーションあるってすごいね。だって僕一つの台本を覚えるのですら普通に 2,3 日かけますもん。でももう本当何年目だろう、4年以上はやってるので。そんなにやってるんですか。そうですね、そこのお仕事は結構長くやってるので、うん、まあようやくこう慣れてきたかなっていうあ、でも台本には慣れたけども、うん、本番には慣れないんで、お腹痛いのは変わらないっていう
今日はでもなんか緊張してないです。なんでですかね。まあ、あの僕がいますからね。あ、心強い。まあね、僕みたいなチャランパラな現場なので。そんなことないですよ。よく見てみてください、僕の顔。へちゃむくれでしょって。へちゃむくれ。さて、まあちょっとあのそんな僕のねネガティブな発言はここまでにして、ここで1曲目の紹介をしたいと思います。今回1曲目にお送りする曲は兵藤さんリクエストのガーネットクローのミステリアスアイズです。はい、あの私ガーネットクローっていうアーティスト、うん、もう解散しちゃったんですけども、はい、もうものすごく好きで、もう解散を未だに受け入れられてないんですけども、それあの多分私がこう記憶の中で人生で一番初めに好きになった曲なんですね。ハマっちゃったという曲ですね。そうなんです。なんかこう一番初めに好きになった曲何かなって思った時にまずこの曲が浮かぶっていうのと、はい、あのこの曲って名探偵コナン の、うん、あのオープニングなんですね。あ、ですね。で、あの曲自体も初めて聞いた時、なんだか分かんないけどかっこいいって思って、そうプラスあの、うん、コナンのその映像も当時の私にとっては、何これめちゃくちゃかっこいいっていう、もうかっこいいかっこいいと思って、であの人生で初めてあの母親にあのこの曲のなんか聴けるものを買ってほしいって。あー、 CD とかですね。そうそう。ただあの我が家があの CD を聴ける機会があのずっとなくて、なんかあの祖母があの、うん、演歌聴くんでカセット、ラジカセ、あ、ラジカセ。そう、ラジカセはあるけどCD は聴けないタイプのあれだけがあるし、物持ちいいから買い替えないからみたいな。なんで CD がなかったので、うん、あのでもこの曲欲しいの買ってってあの母に言ったら、あのカセット、なんかいろんなアニソンが入ってるカセットテープ買ってくれたんですよ。へー。で、あ、やったーと思って、はい、カセットをこう聴いてみたんですよ、はい、そしたらあの確かに名探偵コナンのオープニング曲ではあるんですけども、お、よかったじゃないですか、うん、入ってた曲があの小松美穂さんの謎っていう曲だったんですよ。別の曲。そう、これも確かにあのコナンの名曲ではあるんですけど、当時の私は、あ、いや合ってるんだけど、いやこの曲じゃない、いやでもこの曲も好きなんだけどってなって、その当時あのこう母親にこううまく言葉を伝えられなくて、あ、ありがとうって言った覚えがあって、もやもやとした気持ちだけが残ったわけですね。で、それであの大人になって、あ、これは、あ、この曲じゃん、あ、これで聴けるんだっていうのをようやく知って、うん、ようやく CD も聴けるようになって、あの、あ、やっぱりいい曲ってこう再確認をしたっていう、すごくこう思い入れのある曲ですね、うん、当時はもうね、あのいろんな意味でショックだったけど、嬉しいような悲しいようなどうしようみたいな。ではね、そんな思い出の曲をお送りしたいと思います。ガーネットクローでミステリアスアイズ。ただいまお送りした曲はガーネットクローのミステリアスアイズでした。今度の歓迎会超憂鬱。どうしたの？全員カラオケ1曲歌わないといけないんだよね。何を歌うか決めてるの？私実は人前で話すのも苦手だから、カラオケなんかほとんど行ったことないの。じゃあいつも歌ってる得意な曲なんてないってこと？うん、もう歓迎会欠席しようかな。いや、今からでも遅くないよ。え？ウィンズ音楽教室ならその人のレベルや目的に合わせたマンツーマンレッスンで丁寧に指導してくれるし、仕事帰りや休日に合わせてレッスンを組んだり、オンラインのリモートレッスンも OK なんだよ。間に合うかも。聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、無料体験レッスンもやってます。ウィンズ音楽教室で検索。高崎美濃のファイントーク、ゲストは引き続き兵藤かなたさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの今僕ら2人あの、まあ、先ほどあの声優の影もやっているということで、あの、はい、僕らあの実はあの共演してるんですよね。そうなんですよね、はい、実はで、そのアニメがあの定山ミャオウオというアニメなんですけども、はい、ここで兵藤さんからその定山ミャオウオの説明の方をお願いします。はい、定山ミャオウオは、台湾発の猫がいっぱい出てくるアニメなんですけども、あらすじが何百ものたくさんの猫たちが登場する猫王国の物語。平和に暮らしていた猫王国に野犬族が現れ危機が訪れる。王様定山は立ち上がり大魔王ハートと戦うというものなんですね。千葉テレビの方で放送されてるんですよね、はい、YouTube であのドルアニですよね。ドルアニで検索すれば出てきますの で、カタカナでドルアニっていう風に検索すると多分いっぱい出てくる中で、
そうですね、何個かに1個に多分こう冗談みゃおうおってあのちょっと難しい感じで多分絵でわかるかなですね。結構あのポップな絵してますので、あの猫がこう黒い猫が多分鎌持ってたりとか、それがジョーザンっていうキャラクターなんですけども、なんでそれを見てもらえたら、で千葉テレビが映るところの地域の方々は、毎月第2第4日曜日の朝7時半からドルアニっていうその番組自体が放送されていて、うん、その番組の中でジョーザンミャオをやるので、あのもしまだ見たことないって人いたらぜひ見てもらえたらなと思います。なんかあのどこから入っても結構分かりやすいですね。そうですね、割と1話完結というか、うん、であの、まあ、やっぱ主要のキャラクターはいるんですけども、うん、あのこうなんだろう、一瞬出てくるキャラクターがみんな可愛い。可愛い、確かに。でなんかあのキャラクターってその台湾でこうなんかこう一般公募というか、こういうキャラクターいてほしいっていう風にこう言ったらこうそのキャラクターが生まれるみたいな。あ、そうなんですか。らしいです。だからなんかすっごいキャラクターいるらしいんですよ、多分。だから検索するとそれも出てくると思うんですけども、だからなんかえ、この可愛いキャラクターはーと思ったら、あのあ、そういうことか、なるほど、すごいこんな素晴らしいキャラクターをこうなんだリクエストした人いるんだみたいな。だって実際出てくるキャラクター変わってますよね。あの尻尾に電球ついてたりとか、うん、ですね、あの普通にしてるんだけど尻尾にあの魚噛みついてたりとかね。あの兵頭さんがあのやってる役は、あの、はい、あ、私が、はい、あの演じた役はシャオリンっていう役なんですけども、はい、あのざっくり言うとあの大のいたずらっ子ですね、はい、大体いたずらをして何か起きて追っかけ回されたりして、うん、わーって叫んでることが多かったですね。もう収録中も結構あのギャーって叫んでましたね。あーあーってね。そう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 。大体シャオリンが悪いんですけども、はい、そう、確かに叫びばっかでしたね。確かに叫ぶかむしゃくしゃするか逃げるかどっちかですからね。あ、逃げるが多かったかな。あ、そっかそっか。あの僕はあの二丁路というあの、まあ、そうですね、猫の子たちがあの野犬族の方やってたんですよ。さっきで言った敵側、はい、敵側の方なんですよ。敵側の方であの、うん、まあ、ボスのハート様がいらっしゃるんですけども、はいはい、ハート様のその側近の中の三人衆の右往の一人なんですよね。はい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 。で他のその二人と一緒に収録したわけではないんですよね。そうなんですよ。一人で一人なんですよね、基本。やっぱあのこのコロナ禍だとやっぱあのみんなで集まって収録っていうのはできないので、あ、まあ、一人まあ何人かのブースに入って収録するっていう形になってますから、うん、今はやっぱそうですよね、うん、あの私もシャオリンこうあの初めての収録の時そのドキドキしたって言ったんですけども、あのイメージがこうやっぱりこうみんなで一本のマイクに集まって収録っていうイメージだったので、うん、あの初めて行ってあ個別なんだっていう、うん、そうですよね。でも個別だから逆に自分がやってるのを全部聞かれてるって思って、あの私の場合はなおさら緊張してあーって思いながら、だからこう他の共演者の方ほとんど会ったことがないので、ね、本当もうちょっと会ってみたかったから、あーコロナめーってちょっと思いましたね。特にあのシャオリンとか本当にあの掛け合いが多いじゃないですか、やっぱり。そうなんですよね。シャオリン、あのシャオムーっていう、うん、あのシャオムーっていうキャラクターがいて、そのキャラと仲良しでいつもこう一緒にこういて、で大体シャオリンがなんかこう蜂の巣にいたずらしたりとかなんていて一緒に追っかけられたりとか、いらんことしてます。シャオムーは大体一緒にこう巻き添え食らったりとか、いややめなよ、あーまたやっぱりってもうシャオリン何してんのみたいな感じなんですけど、そのシャオムーの方ともちょっと会ったことはなくて、会ってないんですね。会いたかったと思いました。そんな中ね、掛け合いするの大変だもん、本当に。いやでもいい経験でしたね。ですね、次はマイクワークしてみたいな。いや本当にまたぜひ何かあればって感じですね。ですね。ここで兵頭さんから告知です。はい、私兵頭かなたの舞台の出演情報をここで宣伝させてもらいます。はい、ちょっとこのラジオが東京23区での放送ということで、ちょっと遠方にはなってしまうんですけども宣伝させてください。山形出身で現在は大阪を中心に活動している大王こと後藤博人さん作演出の姫が愛したダニ小僧という作品に今度出演します。はい、この作品はですね、大王が自身の作品を山形の地で作り上演したいという思いから始まりまして、2005年にですね、ゆうすけサンタマリアさんらと上演しているんですけども、大王自らオーディションで選んだ役者たちと一緒に大王ご本人の演出でお届けする作品になっております。なるほど。でこの
オーディションがあったんですけども、はい、役者の、はい、その中から選ばれた大人から子供までいるんですけども、でその、選ばれた30名のキャストとともに作り上げてきた作品になります。公演日なんですけども、はい、実はですね、今この放送されている時間がおそらく公演初日のもうすぐカーテンコールかなという時間になっております。そう、実は終盤なんですよね。そうなんです、実は今日が公演初日なんですよ幕が上がったのに告知ということをさせていただいてるんですけども、なんでかっていうと実は明日って土曜日なんですよ。そうなんですよ。そして明後日は日曜日なんですよ。そう、土曜日の次は日曜日なんですよ。当然つまりは明日明後日休みじゃん、行けるかもっていう人がいるかなと思ってちょっと宣伝させてもらいました。ちょっと東京からだと山形は新幹線で3時間かからないくらいかな。そうですね、ちょっとした旅行にはなってしまうんですけども、今の時期ちょっとさくらんぼが美味しいらしいという情報を聞いたので、はい、ぜひぜひ旅行がてら姫が愛したダニ小僧感激をし、さくらんぼ食べて冷やしラーメンとか、はい、ありますね、鶏中華っていうのもあるので、もう山形の美味しいものを食べて旅行兼感激いかがでしょうかということでちょっと告知でした、はい、姫が愛したダニ小僧なんですけども、私兵道彼方のツイッターでも公演情報出してますし、あと姫が漢字でダニがカタカナ、姫ダニというワードでも検索かけると多分出ると思うので、もし出なかったらそこに山形って追加してもらうと出るかと思いますので、うん、ぜひぜひ検索してよろしければ足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ひよどさんありがとうございました。名残惜しいのですが、高崎みのるのファイントーク終了の時間がやってきました。 MC は私高崎みのる、ゲストはひよどかなたさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送をお楽しみに。バイバーイ。この番組は聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、ウィンズ音楽教室の提供でお送りしました。